せーのと、おー、おー、行った今だ、おー、行った、おー、地獄の30秒間ゲーム、てててててて、地獄の30秒間ゲーム。はい、こんにちは、またぬるまるです。はい、今日はこちらで遊んでいきましょう。スーパーマリオの大当たりラッキーコインゲームです。はい、ということでこちらですね、トイザラスで購入してきたマリオのゲームだね、うん、最近ちょっとマリオのゲームにハマりつつあるんだけどね。そうだね。これはよくゲーセンとかであるでしょ、下のテーブルがこう動いてコインをこう押し出して落としていくゲーム、 あれね、そう、あれのミニ版だね。ミニ、うん、で、いろんな遊びがあるらしいですね、うん、はい、じゃあ早速開けて遊んでいく前に、おー、5秒間、この間にチャンネル登録やこの動画がいいなと思ったら高評価お願いしますね、はい、じゃあ行くよ、せーの、チャンネル登録はここをタッチ、登録されるとグレーに変わるよ、一緒にベルマークもタッチしちゃおう。はい、登録してくれたかな、もしこの動画がいいなと思ったら高評価もお願いしますね、はい、ではじゃあ早速開けていきましょう、はい、中身こんな感じですね、これが本体の下で、これが本体の上でしょ、で、黄色のコインが28枚、赤のコインが28枚、で、これハテナブロックなんだって、あー、ここにシールあるね、そうそう、シールこれ貼らなきゃいけないですね、あとはキャラクターコマが6つついてますね、はい、はい、じゃあ組み立てていきましょうか、まずは本体下と上を差し込みましょう、これいいかも、すぐまた取り外せる、こういうのいいよ、サコッと、サコッと、はい、ということで完成しました、こちらが大当たりラッキーコインゲームですね、はい、こんな感じになってます、で、単二電池が2本入ってますね、で、スイッチを押すことによってこの辺が動くんだけど、これね、あらかじめここに7枚のコインが入ってます、こちら側が赤のコイン、こちら側が黄色のコインだね、要はこっちがクッパ軍団で、こっちがマリオ軍団って感じ、そうだね、遊ぶゲームが3つあるんだけど、マリオキャラゲットゲームっていうのか、コインゲットゲームか、ポイントゲットゲームってのがあるのね、で、うちらは今からポイントゲットゲームをやりたいなと思います。頑張るぞ、ポイントゲットゲームっていうのはこのね、キャラコマ、これも含まれるんだって、これがこっちに落ちた場合10ポイントなんだってさ、で、普通のコインは1ポイントね、自分の陣地と同じ色のコインじゃないとポイントにならないんだって、パパ赤でやるんだけどさ、パパの方にエイシン君の黄色のコインが落ちてもそれはポイントになりません。あー、なるほど、で、この一番上のハテナブロック、これがね、落っこった場合はですね、好きなタイミングでここにね、置くことができます。ということはこれがジャーン、そう、この7枚のコインがドワーッと落ちてくるんで、大チャンスですよ。すごい、面白いね、で、この両側にコインがね、21枚ずつ収納されてるんだけど、これが全部なくなった時点で、ポイントが高い方が勝ちとなります。なるほど、はい、OK、はい、じゃあやっていきましょうか。でもね、やっぱ普通にやったんじゃ面白くないよね。出た、地獄の30秒間ゲーム、でてててててて、地獄の30秒間ゲーム。今回はどんな罰ゲームにしましょうか。じゃあ30秒間カッコつけるんですよ。あきついね。とてもカッコいいとは無縁のね、この親子が負けた方がもうなりきってカッコつける、ずっと、うわ大変だね。30秒間ね、大変だね。やりましょう、はい、最初はグッじゃんけんぽい、あいこしょ、あいこしょ、うわー負けた。じゃあエイシン君からかな、じゃあスイッチをオンにしてください。スイッチオン、おお、あ、動いてる動いてる、よし、じゃあエシン君3枚ずつ投入してみるんだけど、で、やっぱ最初はこっからかな、はい、あはは、立ったし、いきなりいきなり、おお、来た来た来た、はい、3枚ずつだからね、あと2枚、おお、えぇ、ほんと、ほんと、やったやった、いきなり、いやー、真ん中、どんどん行きましょう、真ん中、もう一回こっち、えい、まあ3枚ずつだから7回チャレンジがあるってことですね。もうとりあえず考えずに今これで入れちゃおう。というか僕の方に結構コインが来てくれた。よかった、よかった。あ、やばい、そっち行っちゃう。あ、でも黄色がね、パパのとこ来てもポイントにならないから。あ、でもハテナブロック、ハテナブロック、ハテナチャンス、ハテナチャンス、ハテナチャンス、これハテナなんとかゲットした。おー、マリオ、マリオ、マリオ、いい感じ、いい感じ、こっち来た、うわー、流れ流れ、おー、ナイスナイス、で、あー、あー、どうした、あー、パパ20ポイント、はい、おー、おー、やばいやばい、ハテナが来てる、ハテナがパパの方に来てます、来い来い来い、はい、お、あー、マリオ終わっちゃ
さあ、いい感じだよ。じゃあ、また行きますよ。結構少ないね、この7回チャレンジだから、でもまあ、程よいと思うよ。真ん中、うわー、そっち。いいね、いいね。うぇー、いいね、いいね。いけいけいけ、あはは。じゃあ、いきますよ。はい、いいね、いいね。はい、お、いい感じ。お、声はてな。うぇー、うぇー、来い。ナイス、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 よし、ナイス。お、声はてな。あー、やった。よし、じゃあまだ使わないでおこうかな。はてな、おお、はてなブロックはいつのタイミングでも OK ですよ。おお、やった、やっと10ポイントだ。おお、今10ポイント、はい、マリン30ポイント、おお、30ポイント。ということで、パパはこのタイミングではてなブロック使わせていただきます。おお、来た、またせーのと、おお、いった。おお、やばいやばい、エシックの方にもはてなブロックが落ちる。今だ、今だ、どんどん攻めろ。そりゃ、おっしゃ、落ちた。ハチのブロック落ちました。はい、もう一枚。あー、これもキャラクターすべて落ちたので、やっぱコイン勝負だ。よし、えしんくん、いつハチのブロック使うんだ。まずここで入れて、うん、そっからハチのブロックです。さあ、どれぐらい、どのタイミングで出すのかな。今だ。おー、いった。おー、ハチのブロック。それダメだね。おー、パパ、これ黄色のコインが一個落ちてる。黄色のコインいらないっちゅうね。えい、えい、おしまい。おいおい、おしまいです。お願いします。さあ、あ、やばい、これ考えてなかった。さあ、どうなる。これが最後のあれになるかな。押し出し、うん。あ、どうやらここまでですね、うん、よし、じゃあカウントしていきましょうか、うん、ということで、パパチームはキャラクターコマが3つの小さなコインが6つで36ポイントですね。はい、対するエイシン君はキャラクターコマが3つでコインが3つの33個です。あ、あら、エイシン君、エイシン君、まさかのこれは罰ゲームということですね。罰ゲームですね、シンくん。泣きの一回お願いします。え、あ、またですか。はい、よろしくお願いします。あー、そっか、泣きの一回かどうしようかな、泣きの一回ね、どうしようかないかな。やったー。ただし、今度の泣きの1回、完全に決めます。前回はこれでね、うん、お互い一生いっぱいになったから、うん、っていうんで、あの、一緒にやったけどさ、うん、今回はなし。あー、ということは今回で一気に2ポイント。絶対、絶対決める、うん、じゃあ、いきますよ。最初はグッジャンケンポイ。よし、じゃあパパからいきます。いくよ。お、ナイスナイス。お、いいっすね、いいっすね。 OK、 あー、しまった。おー、30ポイント、やった。
ナイス。もう1コインあるね。最後の1枚だね。最後だな。さあ、お赤が落ちてるけど、赤は意味がないぞ。お、黄色落ちた。はい、終了ですね、これで。まだ、まだ。いけ。おー、入った。じゃあ集計ですね、はい、ということで再戦はパパはね44ポイントでしたね、はい、これがキャラゴマがいっぱい落ちてきた、うん、対してエイシン君は26ポイントです。えということは完全勝利ですパパの。まあこれはね、でもね、実力とかそういうのって運だから、うん、運ゲーです。これは運ゲー面白かったね、うん、うん。はい、じゃあエイシン君、30秒間イケメンになったつもりでイケメンお願いしますね。はい、くれぐれも20顎気をつけてください。はい、じゃあいきましょう。せーの、ドン。あ、待って、せーの、ドン。笑っちゃってんだけど。何やってんだよそれ。おい、おかしいだろ。はい、30秒です。何ですか今のは。ただ髪の毛こうやってさ、 おでこ見せてただけじゃんかよ。こんなことやってさ、このチュピーンとかさ、てかこういうのあったでしょ。あーじゃないよ、もうイケメン慣れしてないな。はい、はい、ということで今回はスーパーマリオの大当たりラッキーコインゲームでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなというか気に入ったなと思った方はぜひ次のボタンからグッドライクお願いします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それと今回のおすすめ動画いつものところに出てますのでぜひチェックしてみてください。チャンネル登録は真ん中からよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。